もごフィットネスです。今日はですね、富士ヒルクライムに必要なエルゴジェニックエイドのご紹介を2個ご紹介したいと思います。それでは始めましょう。はい、皆さん、富士ヒルクライムでね、減量とかね、トレーニングとか皆さん積んでおります。その中でね、レース当日に最大限のパフォーマンスを出すエルゴジェニックエイドをご紹介です。エルゴジェニックエイドというのは、スポーツに直接パフォーマンスを上げるサプリメントになります。なので、プロテインとかは、飲んだからってその時のトレーニングの質が上がるとかはないですよね。あれはエルゴジェニックエイドに入りません。それを摂取したらすぐにトレーニングパフォーマンスが上がるというものです。なのでこれを正しく用量用法を守って摂取すればタイムをどんどん、早い人はねもっとタイムを縮めていけるはずです。はい、今回もね科学的に正しい、論文を、調べての発表なので、間違いないサプリメントでございます。はい、まず1点目は、ベータアラニンでございます。はい、ですね2012年の、メタアナリシスで15人のね、人を使って、厳しい研究で分析されました。そしたらですね、ベータアラニンの効果が認められて、ベータアラニンのね、効果は認められました。そしてですね、世界的にきちんと研究機関で発表された、きちんと正しく発揮されるものの中でも、ランク B に入ったほどのベータアラニンの効果がちゃんと立証されているので、効果が、体感できると思います。そしてですね、ベータアラニンはですね、なんでこの富士ヒルクライムで僕がおすすめしたいのかっていうのは、レース全般にも使えるんですけどね、ベータアラニンはですね、60秒以下の効果がほとんど確認されなかったんです。つまり、ダッシュとかアタックにはあまり効果が、出ません。ところがですね、1分から5分程度の高強度に、超優位性が、認められたんですね。となるとですよ、富士ヒルクライムのつづら折りがありますよね。何度も何度も。そのね、曲がったら高出力、曲がったら高出力って出るじゃないですか。曲がって高出力で上がって少しずつ一定になっていって、また曲がって、でね、こう、つづらに上がっていくときにっていう繰り返しになると思うんですよね。どうしても、皆さんそこは踏みがちなので、そこについていきたいっていう気持ちがあるじゃないですか。そこに、ベータアラニンは1分から5分の間に、いかんなく力を発揮してくれるので、めちゃめちゃこれは、ヒルクライムレースに、万能なサプリメント、エルゴジェニックエイドになります。摂取方法なんですが、ベータアラニンはですね、クレアチンローディングとサモニローディング方法がベターです。はい。なので、レース1ヶ月前ですね、自分のね、こう思い入れあるレース1ヶ月前から、毎日 5g ずつ摂取してください。で、これは、トレーニング後、前、いつでもいいです。とにかく1日 5g を摂取していくと、少し日に日に、トレーニングパフォーマンスが上がっていくので、ぜひね、このやり方を取り入れてください。はい、最後に2点目ですね。はい、カフェインでございます。こちらはですね、最新論文、2021年スペインから発表された研究論文で、18の論文からメタアナリシスが導き出されております。そして、同年の2021年に、アラゴマス大学からの19の論文からメタアナリシスですね。もうほぼこれで、ガチな研究結果が出ています。まずですね、どっちもですね、どっちの研究機関も、発揮率と持久力能力の向上が認められたんですよ。そして皆さんカフェインと聞くとすぐサプリメントで取ればいいんじゃないのって思いがちじゃないですか。例えばミンミン打破とか、薬局に売ってるカフェインの錠剤とかね、あとまあアイハーブとかマイプロテインとかから出てるカフェインの錠剤、というところ思いがちなんですが、サプリ VS コーヒーというね、ちゃんときちんと研究があるんですよ。で、どの研究も今言った持久力と筋発揮率を認められているのは全てコーヒーからなんですね。で、もちろんコーヒーのカフェインなんですが、なんでコーヒーの方が、効果が高かったの？これはですね、おそらくなんですが、中に入っているポリフェノールとかの効果も相乗効果があって、食べ物っていうのは一つのもので、効果が発揮するっていうことはなかなかね、ないんですね。何かとくっつくと本領発揮。例えばカルシウムだけ取ってると骨って脆くなっちゃうんですよ。ところがカルシウムとビタミン D とビタミン12、あとマグネシウム、こういったものを複合的に取るとたちまち、骨は強化されるんですね。そういったこともあってカフェインだけではなくそういったコーヒーの中にある成分が、相乗効果を出してこの結果が出たんだと思います。そしてですね、摂取方法ですね、成人の方でしたら 200mg から効果が認められています。で、だいたいね、コーヒー2杯分です。缶コーヒーのね。はい、それで、効果が出ます。ところがですね、皆さん、耐性。これ、耐性ってよく聞きますね。カフェイン耐性。これはマジであります。なので、レース1週間前からカフェイン立ちは必ずしてください。はい。そして、レース当日に、コーヒー2本分を飲む。はい。そしてですね、おしっこ、利尿作用があるんでしょって。だからね、もう、あの時って緊張とか、ね、トイレ待ちとか嫌じゃないですか。だから僕は嫌だなって思いがちですけども、利尿作用なんですけども、これも研究データが、あります。コーヒー、カフェインでの、利尿作用はあるはあるんですけども、ごくわずかだということが発表されているので、そんなにシビアになることはないです。はい。じゃあなんでおしっこ近くなるのっていう感覚はあるんですけども、もちろん一点考えられるのは、その飲んでるっていうプラシーボ効果ですね。カフェインを取るとおしっこが近くなるっていうプラシーボ効果が働いておしっこが近くなってしまいます。あともう一つ考えられるのは単純に水分を取るからの、小便が近くなるっていうだけです。はい。カフェインを取ったからって、特別にさらに利尿作用が上がるってことはほぼありません。ないとは言い切れないんですけども、あるはあるんですけども、ほんのちょっとです。はい。なので、普通にレース前に水分補給を取るのであれば、缶コーヒー2杯分を、その中に取り入れてください。はい、そんな感じで、今回2つのエルゴジェニックエリューでした。少しでもね、1分でゴールドに入ったとか、ね、1分でブロンズだったとか、それこそ1分でシルバーだったとか、そういうね、去年とか悔しい思いをした人とか、さらにですね、もっともっと、自分をこう、タイムを上げていきたいって方はね、特にね、この2つはね、必須サプリメントになるので、試してみてください。はい、そんな感じで終わりにしましょう。いつも通りですね、ちょっとでも楽しかったら、いいね、チャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてみてください。サイクルジャズインフィニットよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。